銀ヤンマは、カゲロウ目ヤンマ科に分類されるトンボの一種。日本では全国に広く分布し、ヤンマ類の中ではよく見られる種類である。頭から、尾までは7センチメートル、羽の長さは5センチメートルほどの大型のトンボである。ヤンマとしては体長に比して、羽が長い。頭部と胸部が黄緑色、腹部が高褐色をしている。オスとメスは、 胸部と腹部の境界部分の色で区別でき、オスは水色だがメスは黄緑色である。羽は透明だが、やや褐色を帯びていて、メスの方が羽色が濃い。昔はオスを銀、メスをちゃんと呼んでいた。元アッシュは日本を含む東アジア、インド、カザフスタンまで分布する。日本に分布するのはアッシュ、AP ジュリウスで、 日本の他に島所部も含めた東アジア全般に生息する。湖、池、田など流れがないか、もしくはごく緩い淡水域に生息する。ヤンマ類の中では馴染み深い種類で各地に色々な方言故障がある。成虫は4月から11月頃に発生し、昼間に水域の上空を飛び回る。飛翔能力は高く、高速で飛ぶ上にホバリングなどもこなす。 銀ヤンマの成虫は交尾後に、オスとメスが連結したまま、あるいは単独で水面に突き出た水草などに止まる。メスは腹部先端にある産卵管を植物の組織内に突き刺し、一粒ずつ産卵する。孵化する幼虫は足が畳まれ、薄い皮を被った全幼虫だが、植物内から水中に出た直後に最初の脱皮をする。幼虫は水中でミジンコ。 赤虫、ウフラなどを捕食して成長する。大きくなるとメダカなどの小魚やオタマジャクシなども捕食するようになり、餌が少ないととも食いもする。越冬も幼虫で行う。収齢幼虫までに要する脱皮の回数はトンボの種類によって異なるが、ギンヤンマは全幼虫からの脱皮を含め13回の脱皮を行う。成長した幼虫は緑褐色で体毛は少なく、 前後に細長いヘチマの実のような体型をしている。十分に成長した修霊幼虫は夜に上陸し、地面と垂直な場所で床を行う。羽と腹を伸ばし、体が固まった成虫は朝になると飛び立つ。大銀ヤンマ撮影、インド黒筋銀ヤンマ、単独産卵アメリカ銀ヤンマ産卵中国際自然、保護連合により、レッドリストの経度懸念の指定を受けている。 長野県と高知県で、レッドリストの純絶滅器具の指定を受けている。ありがとうございます。